はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。まもなく5時ですね。外はもうほぼほぼ暗いですね。なんかクリスマスはね、夏至のお祭りやったという話、冬至の祭りやったっていう話をですね、さっきなんかライブやってたら教えてくれる人がいて、まあそんな聞いたことありますね、なんかね。冬至のお祭り、超冬至がね22日だったんですか、この冬至は。まあだから時期的には合ってますわね。はい、あれですよ、ギリシャ正教は1月の17日かなんか、1月7日かな、なんかですね。まあな、全然いいんですけど、たまにはね京都話でもしようかなっていう日本経済新聞にですね、こんなの載ってます。これは今日の朝の5時、財政難に人口減少、岐路に立つ京都市、成長の会は、これなんか、これ二条城なんですか、これ五所ちゃうの、世界遺産二条城を訪れる観光客って書いてあるけど、確かに二条城かな、これ。よう知らん。どうぞ。二条城ね、行ったことないんですよ、僕。なんでって言われても困るんですけど、ないですね。いや、京都人行かへんって。ほんまに。何度も言いますけど、うちからですね、徒歩10分もしない銀閣寺ですね。そこで22歳まで育ったんですけど、初めて行ったのは35歳ぐらいの時ですよ。いや、32歳ぐらいだから。東京の人京都案内するのに、あんた今日銀閣寺行きますかとか言って。なんか写真の通りやんっていう感じで終わりましたけど。何がええんやろっていう感じですね、あれね。京都の人行きませんよ、ほんまに。前は行きましょう。世界から観光客が集まる京都市が深刻な財政難に直面しています。なんでデスマス帳で書いてあるんやろ。市民一人当たりの税収がコロナ禍の前から政令指定都市の平均より少なく、財政難は構造問題と指摘する専門家も。京都市が財政難に陥った税収の要因は何か。今後欠かせない地下鉄、市バス事業の経営改善、成長に向けた人口増加やスタートアップ企業誘致の課題をまとめました。古都ならではの支出がある一方で税収は少ない、京都市の財政課題の原点だ。二条城だけでなく祇園祭りや五山の送り火など町全体の伝統行事の舞台経費を圧縮しているものの、2022年度は予算段階で祇園祭りや送り火の支援に6500万円を当てた。大したことないよ別に。一方で景観保護や税収にマイナスだ。景観保護は税収にマイナスだ。高さ31メートルのを超えるビルなどを制限して木造の京町家も多く残る。固定資産税が少ないことで、市民一人当たりの税収は政令指定都市平均よりも1万154円、約 5% 少ない。まあ、言いたい、うにゃうにゃうにゃって書いてあります。もう、貼っときますね、一応ね。読みたい方読んでください。えらい長い記事です。要は、税収少ない割にはいっぱい支出があんねんっていう話です。もう京都離れて僕も40年近いんですけどね、京都市の欠点はね、何かというとね、観光客がいっぱい来るんですけど、それがですね、京都市民には行き渡らないということなんですね。一部のですね、観光業の方がですね、多少潤うというだけで、一般の京都人は一切関係ないわけですね。いっぱいうるさいだけなんで、観光客ってもう嫌いやもん、ほんまに。京都人からするといい迷惑なわけです。で、京都はですね、昔この呉服が主要産業やったんですけど、呉服が衰退しました。だからそこから上がりがなかなかもう期待できないわけですね。で、その割にはですね、あれなんですよ。地下鉄をですね、縦横10時に作ったんですね。僕がいた頃は縦が今の半分ぐらいしかなかったんですね。知らんうちに横もできてね、東西線って。
あれいらんのちゃうのと思いますけどね。あれなんなんやろと。なんで大体京都に地下鉄必要やったのかなという気がしますね。なんていうの、縦の何線ってやつ知りませんか、烏丸線か。烏丸通りの地下通ってるんですけど、あれは使うかなと。私も使いましたもんね。東西線ってあれってね、確かね、大池通りの下通ってる、ね、で、山科から伏見の方まで行くんだけど、あんなんいらんのちゃうのと思いますけどね。で、あとね、あれが高いんですよ。京都市の職員のね、給料。市バスの運転手はね、軒並み年収1200万とか1500万とかもろとるんですよ。おかしいでしょ、あれ。あれ全部民営に委託したらいいね。ほんまに。でまた京都は独特のややこしい問題あるでしょ。あれもやっぱり金使うわけですね。だから一回破綻したらええんちゃうかなと思ってね。夕張市みたいに。もうそれくらいしんとね、飽きませんよ。で、一番いいのはね、自社物価からね、税金巻き上げるのが一番いいんですよね。これがなかなかですね、税法上できないんですね。あいつら、いや、公益法人っていうようになってますな。何にも公益にこういいことがないんですけど、公益には全然関係ないと僕は思うんですけど、あいつらが税金取れないっていうのがよろしくないところですね。だあいつらから税金取れればいいんですよね。配管料の 20% とかって。でこれについては京都仏教会と京都市で延々こう争いをしたんですが、未だにですね、仏教側の方が強い、ですね。だからどうでしょうね。あれですね。やりようがないわけですよ。すぐにできるのはね、市職員を減らすということですね。行さんいますし、であとですね、ふるさと納税やったらいいんですよ。で京都の産物って行さんあるんですけど、行さんってなんていうか、食い物とかね、あることあるんですけど、そんな大したことないんで、あれ観光パス作ったらいいんですよ。どこの寺でも神社でも全部タダで入れるって、その1年間有効っていうやつを、それをですね、3枚ぐらいで売り出したらいいんですよ。で、それはですね、各寺にピッっていうのをつけといてですね、それに応じてですね、京都市がですね、払うということにしてですね、そんな3万円分もね、なんて言いますかね、その使える人いませんから。京都に住んでたらね、いや、でも京都に住んでる人ってさっき言ったようにね、行かへんねん。寺とか。あんなはね、お登りさんが行くとこなんですよ。僕ら行かへんもん。ただね、東京から移り住んでるっていうみたいな人いるんですね。そういう人で寺行くの好きとかで、時々そういう変人いるんですけど、そういう人やったら元取れるかもわかりませんけど、大半は使い切れないんで、京都市儲かるはずなんです。で、どう転んでも儲かるようにしといたらいいんですよ。配管料をまたこの、ふるさと納税分だけは半額にせえとかですね、寺と交渉してですね、言うときはいいわけであって、そういうシステムを作ればですね、多分相当売れるんちゃうかなと思いますけどね。ふるさと納税だとは全く合法ですからね。で、まあ、観光客もそれで増えるかもしれんし、ということですね。あとはですね、京都市もいっぱいね、土地持ってるんですよ。それね、僕ら不動産業者に任せてくれたらいいんですよ。定期借地かなんかで売ってあげんね、ほんまに。で、いくらか金入ってくるんちゃうかな、という気はしますけどね。まあ、だからね、京都市、今はどうか知りませんけどね、昔からね、なんていうか、役所としてはね、頭固いとこなんですよ。今はどうか知りませんよ。私のイメージは。僕の子供の頃はね、京都市はあかんでね、神戸市が上手だったんですよね。株式会社神戸市なんて言いましてですね、お金儲けが上手で、ロッコアイランドを作ってですね、ものすごい市が潤ったというですね、ロッコアイランドちゃうんと、ポートアイランドがあの時は。今はロッコアイランドも作ったでしょ。ロッコアイランドも確か神戸市でしょね。で、うんちょ儲かったんですけど、京都もそんなん言うたらね、いくらでもね、やりようあると思いますよ。島は作れませんけどね、東京人ってね、京都って言うだけで行さん金出すんですよ。あいつらから巻き上げたらね、そう、定着とかなんとか言うてですね、もっとやりようはいくらでもあると思いますけどね。
お前やれって言われたら嫌ですけどね。いや、知らん、そんなもんです。もう京都なんかもうどうでもええね、ほんまに。ほんまに。あ、どうでもええことないか。私はいくらかですね、京都の実家を持ってますからね。飽きませんね。聖火ですか、実家、聖火、そうですね、持ってますんで。京都はそこそこ発展してもらうのは困るんだけども、基本的にどうでもいいんです。はい。ということでですね、この日経新聞のアドレス貼っておきますんで、読みたい方は読んでください。京都困っとるというお話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。